ちは、みほです。今日は朝早く起きて健康診断に行ってきました。普段よりも3時間くらい早く起きました。何をしたかというと、血液検査とレントゲンと心電図でした。あと身長と体重を測ってもらいました。私は自分の身長を 156.5 だと思っていたんですけれども、今日測ったら 157.3 センチでした。今度身長を聞かれたら157センチと答えようと思います。検査がテンポよく進み、いつもだったらまだ寝ているような時間に家に帰ってきて、早起きをしたせいなのかテンションが上がって掃除をしたり運動をしたりしました。ボクササイズを30分ぐらいやった後、ズンバも30分ぐらい踊りました。朝早く起きると一日が長く使えていいなぁと思いました。もしかしたら今日から朝方の人間になれるんじゃないかなって思っていますが、どうでしょう。任天堂スイッチでエクササイズを始めるにあたり、今までは普通にこうやって持ってやっていたんですけれども、じゃん、こちらのハンドストラップをつけて、これで持ってやる。初めからそうやってやりましょうねって書いてあったんですけれども、私は無視をしていました、今まで。でもちゃんと持ってるんだから使おうと思って今日つけてみました。ここの部分の厚みが出ることによって握りやすくなって、はい、もっと早くつけていればよかったなと思いました。そうこうしているうちにお腹が空いたので自炊をしようと思い立って、こちらアボカドとブロッコリーとアスパラガスを細かく切り、ご飯に混ぜてオムライスを作ろうと思いました。イメージではオムライスの中のご飯にグリーンピースとか、あと人参とかコーンが入っていたりするじゃないですか。そんなイメージで野菜を入れようと思って、細かくしてから気がついたんですけれども、ちょっとご飯とケチャップに合うかなって不安になったんですけれども、もう後戻りできず、とりあえずケチャップご飯を作りました。で、卵を乗せ、ケチャップをかけて食べました。野菜の青さが際立った味です。アボカドが入ってるので、バターのようなまろやかさがあります。美味しいです。ご飯を食べた後、ギターの練習をしました。ギターを弾く練習ばかりしていたので、ギターと歌を一緒に練習しようと思ってやってみたんですけれども、歌を歌いながら指を動かすということが、しっちゃかめっちゃかになって、集中してないとなかなかできず、そしてこちら、前から気になっていた透明のフィルム、どこまで持ちこたえてくれるかなと思ったんですけれども、急に剥がしたくなったので剥がしました。ついに取ったよし。剥がしたからといってうまくなるわけではありません。引き続き頑張ります。今日は早起きをしたのでまだ夕方です。ということで、いつもやるやると言っていたデスクトップミュージックの練習を、作る練習をしたいと思います。キーボードでこれを弾くとパソコンに反映してくれるってやつです。これはマイクで歌を取ったり声を取ったりします。しますっていうか、実際つなげてあんまりうまくできた試しがないんですけれども、このソフトの使い方が分かっておらず、そんな感じです。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。